土井正宏、土井正宏、土井正宏、1943年12月8日大は、大阪府柏原市出身の元プロ野球選手、外野手、一塁手、野球指導者、野球解説者、野球評論家。大鉄高等学校では、一年生から、打線の中心として活躍。当時の大鉄高は、土井の一年上に、伊藤幸雄、小野坂清、同期に、 中井越夫と後に、プロに進む三人が協力投手陣を形成していた。1959年の周期近畿大会圏予選、準決勝で、八尾高の久野武氏から本塁打を放ち注目を浴びる。近畿大会でも準決勝に進み、海南高の木原義隆に抑えられ敗退するが、1960年春の選抜への出場権を得る。甲子園では一回戦で、東方向に、 逆転負けを喫した。同校の野球部は、藤井寺球場で練習を行うことがあり、そこで当時近鉄バファーローズのスカウトを務めていた根本睦夫の誘いを受け、1961年に高校を2年で中退して近鉄に入団した。母子家庭で親高校を考えてのプロ入りだった。近鉄は1958年から1962年まで5年連続の リーグ再開であり、ドイが入団した1961年には、プロ野球記録となるシーズン103敗を喫するなど、パリーグのお荷物とすら言われる有様だった。1961年オフに、近鉄の監督に就任した、ベッドカオルは、プロ入り1年目にして、整理対象、解雇する候補となっていた、ドイの長距離打者としての才能を見出し、4番打者に、起用。 18歳の4番打者と話題になった。しかし、1962年の土井の成績は打率、231.5本塁打であり、弱小球団の単なる話題作りと非難を浴びたこともあった。土井自身も重圧に耐えかねて出場メンバーから外すように願い出たこともあったが、別当は打てないお前より使っている俺の方が苦しい。近鉄が強くなるためには、 お前の力が必要になる。だから、数年先のためにお前は外さないと拒否し、起用を続けた。土井は、その期待に応え、別当が、近鉄監督3年目となった1964年、3割30本、100打点にはわずかに届かなかったものの、リーグサイターンダーを記録するなど成長する。その後も、近鉄の中心打者として、長らく活躍した。これらの経緯から、 ドイは別当を師匠と仰ぎ、別当は結婚式の際には父親のいないドイの父親役を務めている。1964年の28本塁打以降、6年連続で20本塁打を記録。1967年のオールスターゲームでは、第1戦で2本塁打を放ち6打点、第2戦で3点本塁打の長池徳次、第3戦で、 満塁本塁打の大杉勝男と共に MVP を獲得、新時代の実力のパリーグを見せつけた。同年は打率。323を記録するが、張本勲夫に次ぐ2位に終わり、首位打者を逃す。1970年、賭爆容疑、黒い霧事件で、書類送検され1ヶ月の出場停止処分を受けるが、翌1971年は打率。309。 40本塁打、113打点と自己最高の成績を残す。なお、近鉄在籍時代に記録した通算打点960は近鉄球団最多記録となった。1974年オフ、足と肩に衰えがあり、守備に不安があったため、太平洋、クラブライオンズにトレード遺跡、遺跡1年目に34本塁打を、 花地本塁打王のタイトルを獲得した。このトレードに関して、当時監督だった西本幸雄が2003年のインタビューにて、トレードを決めた一週間後に、パリーグが翌1975年からの指名打者制導入を決定し、ドイは守らなくて良くなった、大失敗だと思ったと後悔したことを語っていた。1977年、2000アンダ達成。 1978年オフに球団が国土計画に売却された後も若い選手が多い西部の精神的支柱として野村克也、山崎博之、田淵光一らと共にチームを支えた。1981年、怪我のため出場試合数が減り、根本陸夫監督の退任に伴うチームの若返り策に理解を示し、現役を引退した。さらに、テレビ埼玉。 日本短波放送、短波ストレートナイターの解説者、1984年には t b s 系金曜ドラマ、くれない族の反乱に出演、南部史郎役に西部二軍打撃コーチ就任。翌には自身と同じ18歳の四番打者の境遇にあった清原和弘を指導する。しかし5月、シーズン中にマージャントバクに絡んでいたことが発覚し、 強制捜査で現行犯逮捕され、解任された。からまで二度目のテレビ埼玉野球解説者を務める。二韓国プロ野球、サムスンライオンズの打撃コーチを経て、からまで西部一軍打撃コーチ、からに三度目のテレビ埼玉の野球解説者を経て、からまで西部一軍ヘッドコーチを務めた。2004年はヘッド圏打撃コーチ10月1日に行われた。 清原の引退試合では、観戦に訪れている。からまで、産経スポーツ、関西の野球評論家、2010年3月1日から、3ヶ月間阪神大学野球リーグ2部に所属する、オ手門学院大学の特別コーチ、から4年ぶりに、西部一軍ヘッド兼打撃コーチを、務めが、10月15日付で退団。から産経スポーツ評論家に復帰し、 までは、文化放送の野球解説者も務めた。ただし関西在住のため、文化放送ライオンズナイターでの中継出演は、主に関西で行われるオリックス・バーファーズ、阪神タイガース士官の西部戦の中継が主となる、文化放送ホームランナイターは原則として、ABC ラジオからのネット受けとなるため、長州率調査機や西部の優勝がかかった試合と、一致者制作時を除いて、 出演はなかった。10月9日から中日ドラゴンズの特別コーチに就任し、周期練習から翌の春季キャンプまで打撃指導をすることが発表された。また、2015年の周期キャンプでも中日の特別臨時コーチを務め、高橋周平らを指導した。2016年10月25日に中日の打撃コーチに就任することが発表され、監督の森重和によると、 土井さんは最後の仕事ということで引き受けてくれたと話した。伸び悩んでいた平田良介を開花させ、ダイアン・ビシエド、ソイロ・アルモンテにも熱心に指導、キャンプ前には高橋周平を一人前にすることが私の球界への最後のご方向と話し、高橋はレギュラーに定着して7年目で初めて規定打席に到達し、産経スポーツの取材に対して、 もともと2年契約だった。今年、チームを目標だった CES に出場させることができたなかった人を、コーチとして痛感していると明かし、10月18日付で退団した。2018年に、中日のコーチ退団後、2019年からは、産経スポーツの野球評論家として復帰する。典型的なプルヒッターで、通算465本の本類打のうち、 ライト方向へ飛んだのは3本だけだった。一方ミートについては、引っ張る一辺倒のバッティングでありながら、本人によれば、バットを折った奥がほとんどなく、このことを誇りに感じているという。また、三振数の打数に対する割合が、089と1割を切っている。この、三振率1割未満は400本塁以上を打った15人の、中では、 張本勲、長い茂雄と土いの三人のみである。打撃フォームは上半身をひねった独特なものであった。最初は、かっだけで始めたものだったが、これが意外にも余分な力が抜け、また成績も上昇したため定着させていった。晩年は、前世時と比べると、ひねりはおとなしいものになった。水島真嗣の漫画、阿部さんの主人公、影浦安武のモデルの一人であり、 作中にて、土井さんは、俺のホームの師匠だと語っている。現役時代は、チームの優勝に縁がなく、日本シリーズ出場経験はない。通算2452アンダーは、日本シリーズを経験していない選手の中では、史上最多である。現役時代には、18歳の4番打者や、無冠の帝王と呼ばれていた。日本人の元プロ野球選手をコーチとして、 韓国リーグに派遣するという日本プロ野球界の習慣は、土井正宏が始まりである。幼少の頃に、父親が戦死している。生まれは、大阪、港区だが、終戦間もなく、母と姉と共に、藤井寺球場近くの柏原市に転居した。実家は本屋を営んでいたという。プロ野球選手としては長い間独身で、遊びまくっていたが、 クラウンライター時代の1978年、35歳の時に19歳の伴侶を得て話題になった。その後は数おかずめに恵まれている。チームが福岡から所沢に移転する際に、東を治む、伊原春樹、竹内正白主力選手のほとんどが反対していたが、土井は、俺はどこででもやると発言した。反対していた選手も徐々に納得していったという。 1981年、怪我勝ちの38歳のシーズン中、西部、長島茂雄監督将平と報道が出て、付き合いもあった、長島監督の下でもう一踏ん張り、と思っていたが、根本監督に呼ばれ、実況監督は疲労化に決まったようだから、お前は引退しろと言われた。管理野球の疲労化とは合わないだろうという根本の考えだった。当時西部選手だった。 大田隆史によると、広岡さんが監督になる時、土井さんを、いらないって言った。だから土井さんは、根本さんに、もう引退しろと言われて、引退させられた。と述べている。コーチを解任された後に、清原の技術が停滞し、1990年代以降支給化などに苦しんだことについては、清原に一軍で勝つための技術しかみに、付けさせられなかったとしている。清原に、 子宮の避け方を教えることができず、賭博により、コーチを辞めることになってしまったことを後悔していた。そのため、1996年のコーチ復帰の際には、松井和夫などに子宮の避け方をまず教えたという、50代あたりから総白髪になった。その理由として、一度目の西部打撃コーチ時代に、清原を指導するにあたり、 どのように指導したら良いか経験したことのない重圧を感じたため、芝叩く間に髪の毛が白くなったと語っている。2010年夏に行われたライオンズクラシックに OB として参加した際、千人のように立派な髭を蓄えており、トークショーで同席した当時のチームメイト、特に東尾治を驚かせた。この髭は2009年に行われた、 ライオンズクラシックでは蓄えていなかったので、その後伸ばし始めたと考えられる。2011年よりヘッドコーチに就任した際も伸ばし続けていたが、チームの不審の影響もあり、5月5日の時点で綺麗に反られていた。その回もあってかチームの連敗は止まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。